こんにちは。シュワーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は2018年版話題ジモティの実力評判を徹底検証してみたのお話をしたいと思います。求人サイトを日々活用しているシュワーズ佐野です。ところであなたは CM でもおなじみのジモティを利用することはありますか？ジモティは不用品を販売、譲ることができるスマホアプリです。不用品を処分するためのアプリなので、利益目的の転売のために利用したことはないという人も多いのではないでしょうか。もしあなたがジモティをただの不用品処分アプリだと考えているのであれば、あなたは大きな損をしているかもしれません。ジモティを利用できないだけで、本来得られるべき利益を出せない、回転効率を上げられない、お買い得な商品を見逃す、これほど多くのデメリットが存在するのです。しかし、ジモティを使いこなすにはちょっとしたコツを身につける必要があります。そこで今回は、使いこなすコツ、ジモティを利用することで得られるメリットとデメリット、そして他のアプリとの違いを徹底検証してみました。ジモティはうまく使うと利益を出すことができます。ぜひ最後までご覧ください。ジモティを使うメリットとは？不用品処分アプリのジモティには他のアプリにはない多くのメリットが存在します。その数あるメリットの中でも、今回は3つのメリットについてお話しします。出品手数料がかからない。ジモティにおいて最も大きなメリットは、出品手数料が0円であること。ヤフオクやメルカリ、ラクマなどの一般的なフリマアプリでは、販売が制約すると、その売上から数パーセントから10%程度の手数料が発生することが一般的です。それに対してジモティの収益は広告収入によって成り立っているため、販売制約時の手数料は0円で済みます。手数料がかからない分、転売における粗利を簡単に高めることができるのです。出品手数料がかからないのは大きな魅力ね。0円で仕入れができる。ジモティで最も大きなメリットとして、安く仕入れることができることが挙げられます。ジモティはもともと不用品処分のアプリということもあり、出品できる最低価格は0円からとなっています。出品者の中には、家の整理のために出てしまったガラクタを0円でも引き取ってもらいたいという人が大勢見受けられます。普通に処分すると、処分のために費用がかかるケースもしばしば見受けられるので、0円でも処分できるのであればラッキーだということでしょう。しかし、0円で仕入れた商品でも、普通に Amazon やメルカリ、ヤフオクで転売できる商品が大量に存在します。つまり、ジモティを利用すれば、全く元手がなくとも簡単に転売を始めることができるのです。また、ジモティには手数料がないので、他のアプリと比べると安い値段で仕入れることができるケースも多いです。不用品を処分できる。最後のメリットは、不用品を処分できることにあります。転売のために仕入れた商品でも、思うように売れずに売れ残ってしまうことがありますよね。そのような場合は、多少損が出ても売り切ってしまって、お金に戻し、次の転売に備えることが一般的です。しかし、メルカリやヤフオクなど他のフリマアプリでは、販売手数料がかかってしまいます。特にメルカリなどでは、送料負担が一般的なので、処分のために販売してもほとんどお金にならないことが多いです。しかし、ジモティでは出品手数料がかからないほか、発送する場合の発送費用は購入者側が負担するのが普通です。そのため、他のアプリに比べて不用品を販売する際に、手元に残るお金を多く残すことができるのです。逆に、ジモティのデメリットとは？何かとメリットの多いジモティですが、当然このアプリにもデメリットが複数存在します。ここでは、
ジモティーのデメリットを3つご紹介いたします。販売がある労力が大きい。ジモティーではフリマアプリのように商品を設定しておけば勝手に売れるわけではありません。商品を登録しておくと気になった購入者が出品者に問い合わせし、発送方法はどうするか、手渡しか発送、値段についての交渉を行うことになります。これらの条件について納得できる購入者が現れるまでは販売ができないのです。これらに対応しなければならない点や手渡しとなった際には商品を取り決めた場所まで運ばなければならないなど、他のアプリで販売するときに比べて必要な労力が大きくなります。決済が面倒。ジモティではお金の支払いは各個人間で行わなければならないようになっています。メルカリやヤフオクなどではクレジットカードやコンビニ支払いで簡単に入金できるようになっていますが、ジモティでは決済システムを持っていないのでこれらの支払い方法は利用できません。つまり銀行振込を行うか対面での手渡しでしかお金の入金受け取りができないということです。トラブルも多い。決済方法が銀行振込か手渡しに限られるゆえに発生するトラブルも多く存在します。例えば入金したのに商品が発送されない、入金が遅い、入金額、入金先のミスがあった、手渡しでのミス、手渡しの際のトラブルなどがあります。またこれらに関する保証機能などもジモティでは提供されていないので、このようなトラブルが起こった際には個人間で解決しなければなりません。他の有名オークションサイトに関してはこちらの記事で比較しております。よかったら合わせてご覧ください。トラブルが起きがちなのは注意した方が良さそうだね。これが真実。ジモティの評判6000。メリットとデメリットを理解していただいたところで、今度は実際に利用している方の評判について確認していきます。今回は良い評判と悪い評判についてそれぞれ解説します。1、良い評判3選。良い評判を3つお伝えいたします。無料で商品が手に入る、無料で手に入るのがいいという評判がありました。ジモティの強みは他のアプリとは違い、無料または処分価格で商品が手に入ることです。対面なので安心できる、取引が対面なので安心できるという評判もありました。直接会って取引をするのですが、お互いに顔を合わせて直接言葉を交わしてやり取りができるので安心できるなと思いました。すぐに買い手がつく、送料がいらない。すぐに買い手がつくし送料がいらないのが気に入っているという評判もありました。いつもすぐに売り手が決まり、その後もスムーズにやり取りができるので気に入っています。2、悪い評判3選。正しく評価するために悪い評判も3つご紹介いたします。対応が悪い人もいる。直接取引なだけに対応の悪い人に当たってしまうこともあるようです。しっかり時間通りに来てくれる人もいれば、ドタキャンや連絡が途切れる人も結構な数います。10件中ドタキャン3件、連絡なく後日取りに来た人が値切りを要求する場面もありました。不良品を売りつけられた。動作確認済みと言われていたのに確認したら使えなかったという不良品トラブルがあることも。お取引した方は動作確認済みとのことで購入しましたが、確認のため起動すると使えない、不良品を売りつけられて連絡したが既読スルーされ連絡が取れない、後払い OK でトラブルに、後払い OK にしたらお金を払ってもらえないというトラブルに、後払い振込でいいよと郵送してあげたところ、2
2つほど別口座連絡するも全く返信しなくなった。評判まとめ。良い評判としてはやはり無料で商品が手に入ることや対面などで安心できることなどが挙げられました。またジモティは他のフリマアプリに比べユーザーが少ないと思われがちですが、案外回転率も悪くないようです。しかし悪質なユーザーも一部存在しているので、ユーザー評価を確認して信頼できるかどうかのチェックは必須であると言えます。また後払いでいいよといった善意もトラブルのもとになります。ジモティからのサポートが受けられない以上、このようなトラブルは自分自身で防がなければなりません。ジモティは評判通り？他のサイト、アプリとの違いとは？賛否両論あるジモティ。そんなジモティでは商品売買の他にも、求人や友人集めなど様々なことができます。そこで他のアプリとジモティの使い心地、機能性について比較したものが以下の通りになります。1. メルカリ。不用品を販売するという点で引き合いに出されるのがメルカリです。メルカリと比べると、購入者や出品数の違いから販売における回転率やシステムの扱いやすさによる仕入れやすさはジモティは怠っていると言わざるを得ないでしょう。しかし、手数料の安さなどの面から売るときは粗利が大きく、仕入れの際には安く仕入れることができます。また、ジモティは家電や家具などの回転率がメルカリなどと比べ高くなっています。特に型落ちであっても楽に売れてくれるので、商品次第ではメルカリよりも楽に販売できるでしょう。メルカリで高く売るコツもよかったらご覧ください。メルカリとヤフオクを比較した記事も書いています。こちらもよかったら読んでみてください。メルカリで高く売るコツもよかったらご覧ください。2、クラウドワークス。クラウドワークスは仕事を受発注できるサービスです。クラウドワークスは主に IT 系などの仕事が多いのに対し、ジモティでは簡単な事務作業からアルバイトの募集まで幅広く行われています。そもそも受発注できる仕事の分野が異なるという特徴があります。3、ツイッター。ツイッターでは一人一人のフォロワーと仲良くなるといった特徴があるのに対して、ジモティではイベントなどの集客に利用されることが多いという違いがあります。同じ趣味を行っている人とウェブ上で緩くつながりたいというのであれば、ツイッターを利用し、地域イベントへの集客や参加を行いたい場合は、ジモティを利用するといいでしょう。まとめ。ジモティは評判通り、ただし使い方には注意が必要。今回はジモティに関する特徴や評判についてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。今回の内容をまとめると、手数料がかからず利益を増やせる、手間がかかるがやり方次第で負担を減らせる、トラブルは自分で防ぐ必要があるということになります。ジモティは売れ残り処分や型落ち製品の販売、仕入れなどに上手に利用することで転売収益を高めることができます。その他にも、仕事の募集やイベントへの集客につなげることができる優秀なアプリです。ジモティの特性を踏まえて、トラブルを未然に防ぎながら上手に利用してみてはいかがでしょうか。ジモティも他と違った特徴がしっかりあり、使うメリットは十分に感じられます。ぜひ使用を検討してみてください。今日は以上です。また詳しい情報を Shuars 佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。 LINE にご登録していただいた方に、今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。本日はご視聴していただきありがとうございました。